どうも山際です。今、ガテマラのサンペドロというところにいるんですけれども、ちょっと今妻がですね、油絵の絵描き体験みたいなところをちょっと行っていますので、ちょっとそのところにですね、ちょっとお邪魔したいと思います。はい、この右手のところですね、ペイントクラッセスって書いてあるんですけど、3時間で終わりますよと、どんだけかかっても3時間で終わりますよっていうところです。まあこういうところで中に入ってみようと思うんですが、絵描き教室やってる先生が今外に出ていますね。はい、で中にはフランス人の女性が一人と妻が絵描きをすでに描いています。で絵の種類はですね、絵の種類はいくつか選べて、こういう風景画だったりとか、マーケットの上からの絵だったりとか、あとはどれだ、まあ、トウモロコシ畑ですかねの様子だったりとか、これトウモロコシだよな、はい、こういうコーヒー農園の上からの様子だったりとか、バナナ農園とか、その中からまあ好きなのこれものを選んで描いていくという感じです。どうですか、こっちのセリフですめっちゃ楽しい。楽しいの、うん、僕はやみつきになりそう。僕はこういう絵を描くことが大嫌いなので、絶対にやろうと思わないんですが、器用にやってるな、本当に器用だな本当にいい感じじゃないですか。感じですね。いい感じだね。なんか俺には米っていう文字にしか見えない。こんなこと言ったら怒られちゃうね。オポジット。See opposite. Ah, see. 見えない。It's more easy. I get around first. Okay. だんだん進んできてる。葉っぱが埋まろうとしてきたね。どう？先生のボカシック。ボタンが出てきましたね。何が出てきた？なんか先生みたいに早くできないけど。うん。ちょっと。うん。日が暮れないうちにね、終わらせないといけない。プレッシャーかけるよ。もう2時間経ってるからね。もうちょい3時間経つからね。ちなみに。制限時間はもう刻々とやってきておりますよ。先生の、ちなみに先生はぐっさんに似てます。いい感じに仕上がってきてるじゃない。変わってきたね、コーヒー豆が。もう油絵っぽくちょっと立体感も出て、そういい感じです。もうちょいで完成だね。完成です。どうですか最後の仕上げは。すごい、なんか細かい作業に入ってますね。細かい作業に入ってる。イライラしてきた。しないの。しない。なんだよ。完成ですか。完成しました。おーい。どうですか。いいじゃん。これ。これはどこに飾ろうか。ね、トイレか玄関かリビングか。いい思い出になりました。そうだね。手作りの絵を描きました。お値段いくらでしょうか。お値段なんと、いくらだ、350。あ、じゃあ体験込み、まあこういう ね5000円ぐらい教えてもらって、教室代込みで5000円ぐらいですね。5000円ぐらいです。